準決勝の顔合わせ、初の準決勝に進みました32歳鈴木剛、千葉県と愛知県の溝口夏希、こちらも初めての準決勝です。そしてもう一つの試合は連覇を狙う愛知の近本拓海、そして悲願の初優勝を狙う8回目の出場を数える東京の原田悟という顔合わせになりました。準決勝、まずこちら32歳、3回目の出場で初めてこの全日本で初勝利を挙げてベスト4まで進んできました千葉の鈴木剛32歳、対する愛知県の溝口夏希は31歳、こちらも2回目の出場で全日本初勝利を挙げて初めての準決勝進出です。準決勝最初の試合です。赤千葉の鈴木、白愛知の溝口、最初面飛んだのは溝口。溝口、今度は鈴木が攻める、白の溝口の方はここまで引き技、引き胴を得意としています。今度は溝口が攻めてくる、ここで鈴木、まもなく5分になります。延長です。準決勝の最初の試合、千葉の鈴木と愛知の溝口は延長に入ります。時間無制限、先に1本取った方が勝ちになります。延長始め、延長に入ります。やはり面を狙いに行ってますね、溝口ですね。そうですね、でもやっぱり、ま、間合いのこの見切りがいいからですね、鈴木選手の方が。鈴木がまた詰める、来ました。もう少しですね。ともに相打ちでした溝口と鈴木。突きだ。溝口突き。延長に入ってから8分、もう13分になります。鈴木選手はよく入ってきますね、よく攻めていってますね。これ入ってこられて溝口の面をこう誘うところはあるんでしょうかね。そうですね、もちろん誘ってると思うんですけどね、溝口選手のこの面もちょっと少しタイミングが違うんですよね。少しこう一旦相手の様子を見てそこから来るもんですからね。普通だったらこう返し技を打つんですけども、それが返し技を打てないような状態なんですよね。鈴木の固定、あ、ですから鈴木の返し技があまりこう出てこないわけですね。そうですね、早い面だったらですね、パパンとこう面返し導という形になるんですけども、
一旦こう相手の様子を見ますからね、入ってきたところ。先に一本取った方が勝ち。どちらかが一本取るまで試合は終わりません。おっとこれ、ああ決まりました。鈴木初めての決勝進出。最後得意の狙っていた小手で決めました鈴木。そうですね、やはり最後少しやっぱ浮きましたね。それまで水口君の方も手元は浮かせていなかったんですけどね、最後一瞬やっぱり浮いてしまいましたね。そこを小手打ちましたね。わずかに浮いた手元、はい、狙っていた小手。